我が社は駐車場駐輪場をメインとした土地の有効活用のご提案をしております。まあ、我々が目指すのは日本一の駐車場駐輪場のプロデューサーということを掲げておりますので、最適な運営ができるようなそういったものをですね、いろんなチームを組んで、レイアウトから料金設定からあとサービスの面からいろんなそのチームごとに検討を重ねてですね、オーナー様に最適なプランを提供をさせていただいております。当社はチーム制を引いておりますんで、私が言うのもなんですけど、いいやつが多いので、面倒見のいい、上司が多いですから、しっかり親切丁寧にですね、その辺は指導していると思います。で、去年ですね、入った新卒の中で、これ女性の営業なんですけど、今までにない契約件数を取りまして、これもですね、やはりその新卒の女性の営業の力もあるんですが、やはりチームリーダーがそこまでフォローしたというのが契約を取れた原因だと思いますね。うちの採用のテーマがありまして、素直挑戦、感謝、協調、この4つのワードで見ております。やはり組織っていうのは人の集合体です。でも人がたくさんいたからといって、その一人一人がつながってないと仕事にはなりませんので、やっぱり協調性というのが一番重要になりますし、で、人を育てていくのにやはり相手が素直な気持ちがないと、いくらこちらが指導しても、育ちません。あとは、挑戦心ですね、成長したいとか、何か挑戦したいとか、そういった気持ちも非常に大事で、それと、ベースになるのはやっぱり感謝の気持ちですね。どんな社員でも前の社員に支えられて仕事ができておりますので、そういうことがちゃんと感謝の気持ちを持ってですね、表されているかということが非常に大事になってきます。はい、もう前向きな人ですね。うちの会社は社長これやっていいですかって言ってきたら、やってみればっていう、そういう文化の会社なので、チャンスはいくらでも与えますから、もうとにかく前向きにうちの会社のですね、風土を捉えてですね、いろいろ提案をしてほしいと、そういうやつが欲しいですね。当社の行事なんですけど、毎月いろんな行事があります。その中で、最大のイベントというのがですね、家族見学会というのがありまして、これは学校でいうと授業参観みたいなもんで、自分の仕事ぶりを家族の方に見てもらうという日が1年に1回あります。我々からすると家族の方もサポーターみたいなものなので、うちの会社に来ていただいて、触れていただいて、より会社を身近に感じてもらうというためにですね、そういうことをやってます。いろんなその社員の家族と家族同士が触れ合うことによって、家庭の中でまた会社の話題が膨らみますよね。社員の家族が一丸となるためにそういう行事を、やっているということですね。人材育成に関しましては、当社は業界で一番力を入れている会社なんじゃないかというふうに私は思っております。やはり社員の成長こそが我が会社の成長に比例しますので、そこは一番力を入れております。やはり私どもは弱者ですから、強いものに勝つためにはやはり勉強しなければいけないというのをモットーとしております。勉強に関しましては、まず会社全体で行うですね、早朝勉強会、これは月に1回なんですけど、あとは月に1回夕方やる合同勉強会、その他外部研修もですね、かなり費用をかけてですね、受けさせておりますので、うちで入った5年、うちで過ごした5年、他の会社で過ごした5年では全然、頭の良さが違ってくるんじゃないかなというふうに私は考えております。ですから、自分でいい会社、いい仕事にしていけるやつ、そういうふうにしていこうと思ってるやつ、こういう人材が欲しいですね。ですから、何でも楽しめるやつが当社には合ってると思います。僕は小さい頃から親に勉強しろとか宿題やれとか言われたこと一回もないんですけど、うちの親が口を酸っぱくして言ってたのが、お前保証人にだけはなるなというふうに言われてました。で、保証人の意味も分かりませんし、字も書けなかったんですけど、なんとなく保証人というものになっちゃいけないんだろうなというのを植え付けられてて、なぜかというと、うちの親は人の保証人になって一回会社を潰してるんですね。ただ私もですね、
親のそういう言いつけを破ってですね、人の保証人になっちゃって、多額の負債を抱えたことはあります。あと小学校の時は野球少年で、高校までずっと野球やってました。まあ、高校の練習はかなり、きつくて鍛えられたんですけど、まあ、高校の野球部の監督によく言われたのは、まあ、気持ちの問題だと、すべて、まあ、気持ちの持ちようによってすべて乗り越えられるということを、まあ、学ばせていただきまして、まあ、それが今でも生きてますね。平成3年ぐらいにですね、道交法の改正がありまして、そこで駐車場の値段が都内は高騰いたしました。でこれはビジネスチャンスと思いですね、私は駐車場専門の会社を、立ち上げた。だから最初の駐車場っていうのは、看板とか、そういったものを全部自分で作りましたよね。材料を、プラスチック屋さんで買ってきて、カッティングシートは東急ハンズで買ってきて、自分で切って貼ってですね、あと料金看板に関しましても、川口駐車場料金300円とかっていうのも全部自分で数字切ってですね、貼って作ってました。創業当初の時は警備会社とか集金会社とかが一切なかったので、全部自分たちでやってたんですね。で困ったのは、夜両替に来いとかですね、お札が詰まって駐車場から出れないという苦情が直接私の携帯で受けてたので、まあ昼は営業して、夜はそういう警備会社みたいなことして、まあほとんど24時間気が休めることもなく仕事をしてましたね。最初の頃は風呂にまで電話を持って入ってましたから、2010年まではまあ社員20名ぐらいの会社になってまして、毎年中途社員が1名ずつ入ってくるっていう、そんなペース、まあ会社が伸びてたというよりは安定してた時期ですね。そのことについてはまあ満足してましたし、まあこれでいいかなと思ってた時期もあるんですけど、よく考えてみると、今いる社員もですね、だんだん結婚して子供もできて家のローンも抱えて、だんだんそういう成長をしていくわけで、これからはやっぱり社員がうちの会社にずっと安心していられるような会社にしていかなきゃいけないということを気づきまして、2010年を境にどんどん社員を入れてですね、今は100人の規模になりましたけど、これからどんどん人を増やしてですね、まあ、ただ人を増やしていくだけではなく、会社が安定していくようなですね、そういう組織づくりをしていきたいというふうに考えています。まあ、私はこの会社を経営する立場ですから、この会社の事業計画というのを5年先まで立てております。5年後は100億という目標を立ててます。でこの事業計画は、まあ、うちは社員全員に公開をしてありまして、社員全員知っておりますんで、うちはだから私の目標も全部共有を社員としているという環境ですね。私はそういう目標を立ててますから、まあ、あとは社員の中で一緒に達成したいという人が出てきてくれれば、まあ、ほとんどの社員がそうだと思ってますけど、まあいいかなというふうに思ってます。私はこれからこの会社を、さらに発展し続けることができる会社にしたいというふうに考えてます。そのためにはやっぱり人づくりですよね。今30年経ちまして、だんだん幹部が育ってきました。今まで私が幹部にいろいろ指導をしてきましたけど、これからは幹部が社員に指導するという環境になってきましたので、次のフェーズは幹部が人を作るというふうなことで会社を発展していきたいというふうに思ってます。